はい、こんにちは。いや、本日はですね、こちらの塗装終わったボディのカットをしていきます。こう、タイヤとことこの周りの枠を取っていきます。ほんでですね、このスモークやってみたんですけど、これちょっとミスりましたね。ここあーガーンって感じ。ここのね、このリアのガラスのちょっと塗りすぎたんでしょうね。塗料が多かったですね。ちょっとこう垂れちゃったんですね。まあしょうがない、これもまあ経験だ。よし、じゃあ早速切っていきましょう。ではデザインナイフで線を取ったので、いよいよ切っていきます。これで切っていきます。ゆっくり切っていきます。はい、だいたいハサミでだいたい切りました。そしたら今度最後にこの2つで、バリ落としたり角を整えたりしたりしていきます。はい、では今日はカットをしました。まあね、まだ慣れてなくて形が微妙なとこもあるんですけど、よし、じゃあ次はね、補強をしていこうかなと思います。はい、ではまた。